それはこの位置ですか。ここですね。
Thank you.
回さないっていうのはここまで回るように見える。戻ろう。で連続になると変わる。でこれは連続やってもから1になる。これはそうだね。力を使おうとどうしてもこうだらけ。で、浮き輪もこの場合こうなる。ところがここまで一緒になる。で、上段浮きの場合これで腰をそのまま固めてこう戻るっていうか、腰が入るっていうか、そういう感じですね。これのことを沖縄で当たり前にみんな
できるようになってるから腰の話が出てこないっていうのはそのせいですね。じゃあなぜ腰を使っているっていうのが分かるかというと、一番分かりやすいのは例えばこれですね。この横から見るとこれが普通の式でしょ。とこれを体全体で見ると分かるんだけど、ここで入ってるわけ。この瞬間これをこうすると逃げてしまう力が。正面から見ると例の脇を締めなさい、肘を落としなさいっていうのは何のことはない。これ全体でやると当然そうなわけで、これを中途半端にやると、これは手を回してるわけ。そうじゃなくて、そう噴射式2段階に見えるわけですね。ゆっくりやるとこう、例えば、前にこれだよ。これが来て、これが来て、正面から見ると、はいね、これが少しやってる。伸ばしきっている。そうじゃなくて、ここでリラックスした形で腰が入るんです。これの瞬間にこれが入ってくる。そういう感覚で、普通それをこの月が体の線と無関係に出ていくから苦しいわけ。手が抜けるみたいな、ああ難儀になるんですよ。そのこれはあんまり疲れはない、そういうところですね。で旧型1っていうのが分かりやすいかな。こうでしょ、こういうのはね、これはただ歩いてるだけ。インパクトが違うといえば違うんですね。で、首都受けも普通はこうしてね、と見た目にこれ振ってますよね。で初心者には当然体の使い方を教えて大振りさせるわけです。でだんだん内反地のこの腰のままでこっちだけ変えてこうするわけ。この線を崩さないようにする、こういうふうにならんようにする、こういうふうに進んでいったにしても決まらない。でこれから何が出るかというと、内反地首頭筋を1、2と思ってるわけ。そうじゃなくてこれで受ける瞬間、体重移動するもんだから、これが来るんです。ちょっとゆっくりやると。これが入るんです。で、実際の技、こうやって、両方。これを、この式から恐れが出てこない。どうしてもここで1回、いつかんといかんか。これはこの段階で腰が入る、入ってこうきれいにこれが入る瞬間にこっちが軽くなるから動くわけだから、こうしては無理だから、同時技で内反地を同時技にはほとんど使えないの。みんな内反地じゃない、ピンは全部別々だった。そうじゃなくてこう来る技に対して
顔面に来るんだったら、それをこう人やから喧嘩するんですよね。だからクロスするから受けに行かん。そうじゃなくてそれに沿っていくわけ。で極端に言うとギュッギュッといってる感じで、あのあれ、三鎮のそっくり同じ芸で、そういうところがあるし、それと受けもあのこう見たらこうなってますね。それとよく考えると、これ固めてからじゃないとやりづらいわけ。それ同じように見えるけど、こうこの瞬間この肘が上がるだけ。それ横から見ると、でさらにそのままこの体勢でアッパーカットをクロスオートモーション入れればいいわけ。と起点はここ、これで止めるか入り込んでいくか。さらにここまでは同じで、上を決める場合、こうこの状態、下も行く、突きも行く、受けも行く、これもそういうところで、最終的に言えるのは、なぜあの三鎮も全部肩を落とせって叩くのは、これを締めてるわ。で締めるとどういうこと、この肘と首が一緒に使う、腰が入るわけ。だから我膜っていうんだったら、この我膜もチンクチも一緒になるわけ。だから我膜だけっていうのはありえない。それで説明しないんですよね、ややこしいから。こういうふうにやりなさいって。で仮にここに技が来ますね、すると手の方が自由だからこうしてしまう。これはこうしてしまう。そうじゃなくて、これをやると手だけになる。ところこの内反中のこれ、必ずこっち、この体側から肘が飛び出していくような感覚で受ける場合も一緒になる。これを怖いからといってこうすると手だけとパチンとやられて、もう受けられて、これは受けられても大丈夫、入るし、そうと、でこうこうこう構えてて、ここに来る。でこれをこうちょっと点になるわけ。こっちと関係ないし、ところそういうことじゃなくて、こうこのこれが肘がここにくっついてるような気持ちで、だから手が先じゃなくて腰が先になるという感じかな。そうするとあの かなり動きが確実な、あの受ける攻撃です。で普通これどうしても手が先なんですよ。ところがこう縛られて、あのモンテを後ろ場合、こっち縛った軽く縛って、そして顔面を入れるとこうして動けない。そうじゃなくて縛られてるから、これも一緒に動けるわけ。この腰もそういう練習をさせてください。手を自由には使わない、必ず腰としまう。でここを受ける場合にこうじゃなくて、これと一緒に、これと一緒にそれをなんで、なん どっかになる。これが内反地で習って、そう内反地の例の横の線を見せると、これをこうして開いていますよね。で開いてるように見えるだけ、こうちょっと開いていると、手だけだから相当力入れると受けにはならない。それが微妙だけど、こっちがコツなんです。この状態から肘を出す、これを出すんじゃなくて、この肘を出す。
スッと入る。それ違いですね。で、で、こうやって、こう受けの場合に、この状態で内反調を崩して、これを腰を回してる。完全に。そうじゃない。この状態を崩さないで入れる。この半身はいいけど、これはダメ。そう。この状態きれいに入ってるから、この技は全部使います。そうすると終わり。もう何もない。その体の中に技を使う源を消してしまうから。それを手足が同時になるってやつですね。これもゆっくりやってます。足同時になって、さらに最終的にはつながっていく。Thank you.